ハガードはすでに人を隔離区域に使わした。病菌を解き放つ時が来たのじゃ。目標シグナル消失、位置を見失った。気をつけて、様子が変よ。まさか異星人、どうしてここに。急げ。トラップだ。なんとか振り切らないと。よく見て。にはなかったわ。エナジーが少ない。最後まで持ってちょうだい。まずいわ。あのモンスター持ってきたの。Thank you.
警告。サプレッサー、エナジー不足により停止します。なんとか持ちこたえて。記憶を消去する。気がついたか。サプレッサーは問題ないな。安心しろ、もう大丈夫だ。ここはどこ？サプレッサーのエナジープールを新しいものと取り替えた。ええ、かなり。こいつはシャーリー、俺は兄のジーク、このシェルターの責任者だ。あなたたちが助けて。うん、シェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。サプレッサーのバッテリーも切れていた。ここはコードナンバー HT501。それはそうと、名前は何だ？それが、私が見つけた時は全身擦り傷だらけだった。迷子？は、それは運が悪かったな。あの、記憶が戻るまでここにいるといい。さっき全身を検査したが、特に問題はなかった。ありがとう。とりあえず身なりを整えろ。それではいくらなんでもひどす。シャーリー、こいつをセリーンのところに連れて行ってやれ。彼女にはもう知らせてある。分かった、ついてきて。武器はあそこの箱の上よ、忘れないでね。ジークはここで育ったの？私たち小さい頃からずっとここで暮らしてるの。その頃はまだ人も少なくてね。みんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよ。これは、私はミア、第4、第4、第4世代 AI サーバントです、こんにちは。ミアはこれでも役に立つのよ。お兄ちゃんが遺跡から見つけてきたの。でも、言語モジュールにちょっと問題があって、時々会話が変なの。すみません、ミアは皆さんに正しく伝わるよう努力します。いいのよ。早く、こちらへ。セリンさんをお待たせしてはいけません。Is her name Sheik?
ねえ、あそこに戦艦があるでしょ。あれはベツレヘム号。50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた。50年も？大厄災の時、近くをパトロールしていた連邦艦隊がオムニアムの爆発で全滅したの。ベツレヘム号だけが島に不時着して、その残骸の周りにシェルターを建てたのよ。あれがセリーン山よ。行きましょ。なあ、あんたが裏山で救助されたって子ね。はじめまして。シャーリーと同世代かしら。外の世界で随分苦労したんでしょうね。セリーンさん、早くこの人をきれいにしてあげて。はいはい、わかりましたよ。やっぱり孫にも衣装ね。ありがとう。いいえ、ほら、見た目も小ざっぱりしたことだし、無駄話はやめて、この子にシェルターを案内してあげたら。うん、任せて。セリーンさんに気に入られたみたいね。ここは制御室、シェルターに異常がないか観測するの。おはよう、シャーリー。タールさん、おはよう。お前さんたちが助けたっていうのはこの子か。おかげさまでなんとか。そうか、今の世の中平穏無事が一番だ。お店長様に感謝しねえとな。パウルさん、お酒臭い。あったか。昨日ちょっと飲みすぎてな。ちょうどこれから環境観測データの回収に行こうと思ってたとこだ。でもまだお酒が残ってるんじゃない？データの件は私に任せて。あ、いやいや。ここはお前さんたちに頼むとするか。え、興味あるんだ。いいだろう。シェルターの環境を知るいいチャンスだ。収集中。鳥になった感想はどう？しっかり捕まってね。緊張しないで。私は記録呼び出し。シャーリーは先日の飛行中川に落ちました。え、ちょっとそれはアクシデントよ。植生データ収集中。断層データ収集。もう終わった？終わったら戻りましょう。地質データ収集。データサンプルはこれで十分だろう。上出来だ。戻っておいでよ。他の場所も案内してあげる。はいはい。おっと、なかなかやるな。とにかく今日は助かったよ。データ分析の結果、アルコールの長期にわたる多量摂取は人体に多大な悪影響を。そうだよ、ミアの言う通り。パウルさん、体
体には気をつけなきゃ。ああ、わかったよ。じゃあ行こっか。サミーさんを紹介してあげる。えい！シャーリー、どうしたんですか？私に何か用でも。新しい友達を紹介するね。はじめまして。ようこそ。あなたのお話は聞いています。お体の方は大丈夫ですか？平気平気。お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたから。ああ、紹介がまだだったね。こちらサミーさん。といっても私より二日お姉さんなだけだけど、このシェルターで一番のシェフなの。今度機会があれば何か食べさせてもらう。いいですよ、何でも好きなものをリクエストしてください。修理だけなら私たち二人で十分。ほら早くついてきて。でもゲートの修記録。今月シェルターで発生した事件は8件、うちシャーリー関連は。似合ったら何でもベラベラ喋らないでよ。はい、ここだよ。これが私たちの転送ゲート。それがよくわかんないの。パウルさんはオムニアムを使って転送したいもの。え、それなら人間を分解して組み立て直しても元通りになるってこと？どうだろう。でも私も何回も使ったけど、この通りピンピンしてるよ。それでどうやって修理するの？エネルギーコンバーターのフィルター故障だから、予備のものと交換するだけ。それだけ？それだけ。パウルさんがそう言ってたもん。私はプログラムを調べるから、あなたは替えのフィルターを持ってきて。見える？予備のフィルターがあの建物にあるの。はい！フィルターを装置に入れるだけで OK よ。いや、ちょっと押し込むの手伝ってくれない？なんか引っかかってるみたいで。できた！お茶の子再開。あとは確認ってどうやって？もちろん自分で試してみるんだよ。でもだからあなたはこのゲートしか使えない。でもそれって大丈夫なのかな？大丈夫、心配しないで。機能は問題なし。レンジスコーについたわよ。発生した事件は計9件。
ごめんなさい。私ちょっと虫が苦手で。どうしてあんな奴らをおびき寄せてしまったの？転送ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。ベンジでも位置情報システムは複雑すぎるからパウルさんでも直せないかも。ホラン、ホ、フランツさんに助けを求めましょ。うん、そうだね。あの人なら何とかしてくれるはず。ハガードから来たフランツさん、とにかくすごい物知り。警告、転送ゲートは故障中。さすがミア、そうしてもらえると助かる。気をつけて、お兄ちゃんに気づかれないように。会いたい人はシェルターの外にいるの？遠くないわ、ついてきて。あの大きな岩見た？ブルークリークの正面にあるあれ。ああ、あれね。あの岩バーチャルみたいに見えたけど、あそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だってお兄ちゃんが言ってた。アバターシステムで岩に偽装してるんだって。遺跡か。わからない、お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。でもきっとすごく貴重なものが隠されてるんだと思う。だってさあ、準備はいい？早く来て！面白いこと教えてあげる。何？あの崖を迂回していくとかなり遠回りになる。ね、ちゃんとついてくれば大丈夫。ちょっと待って、待って。いけないみたいね。あなたは、それならどっちが先に向こう岸につけるか。じゃあカウントダウン開始。3、1。フランツさん。あれ、チャーリーじゃないか。どうした？よくジークが外に出るのを許してくれたな。お兄ちゃんは忙しくて手が離せないから。転送ゲートの位置情報システムが故障したの。それならお安い御用だ。帰るついでに直しておこう。まさか今すぐ直してくれないの？いや、でもこのデコンストラクターも故障中だから今。デコンストラクターってアバターの偽装を解く機械だよね。そうだよ。でもこいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすの。これ直すのって大変？ショートしただけなんだが、中の部品が焼けてしまってね。でもサミーさんが急いでレンジスに行かなくちゃいけないの。うん、分かったよ。それならこっちは後回しにして、悪さしないでおとなしく待ってるんだよ。もちろん、いい子だもん。あなただって遺跡に興味あるでしょ？このデコンストラクターを修理すれば。これはベンジス重工性の旧式だから原理は単純だし。まだちゃんと調べてないけど、見た感じだと電源が焼けて壊れたみたい。じゃあ私は？私はここを見張ってる。あの子とは仲良しだから。でもシェルターから離れると危険だし、道も険は。そうだ、私のジェットパックをあげる。ジェットパックを使えば険しい地形だってひとっ飛び。試してみてね。
私シャーリーの友達なんだけど。シャーリーさんが何かお困りなのですか？デコンストラクターの修理がしたいの。ここに予備の電源があれば貸してもらえん？お安いご用です。予備電源は差し上げます。先ほどアストラ島の地形データを採集したばかりです。データ同期中。アストラ島の地形データ送信成功。他の地形データは該当区域のオムニアムタワーでロードします。警戒レベル2。アストラ島のエコロジカルステーションが何者かに襲撃されました。この問題の解決をお願いしてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。目的地を。データ移行権限をリクエストしています。ハガードアバターデータベースの移行権限が承認。ハガードアバターデータベースの移行権限が承認されました。
こそ。私たちの中央データベースには精鋭戦闘員たちの戦闘記録と武器で独立データモジュールとしてパッケージ済みです。できたか。